すいません、雨が降ってしまったのでね、ここからお伝えすることになるんですけども、自転車宮部達彦への再質問、これ誰が出したかっていうとね、ちょっと前なんですよ、9月1日にね、ブラック解放同盟全国連合会がこれ送ってきたんですね。で、実は9月15日にすでに回答してます。で、回答したものについてはね、その内容をこの動画の概要欄の URL 貼っときますので、そっちをご覧いただければと思います。だから今回はね、ちょっとその概要だけ説明するんだけどね、宮部達彦はブラック民だという嘘を謝罪して撤回すること、その宮部達彦の出身地は下味野でもブラック街だと、で、地元の人間は知ってるけども、聞いてみたらあいつは嘘ついてるとか、よほど金に目がくらんだのだろうみたいなことを言ってるって言うんですよね。まあそれに対して、いや、ブラック民だっていうのは真実なのから謝罪も撤回も必要ないというふうに回答しておいたんですよ。まあ地元の誰が言ってるのか知らないけど、僕としてはですね、そういうことを言ってる人がいるんだったら、じゃあそいつ誰だっていうのをね、全国に明らかにすべきだと思うんですよね。で、そいつと討論しましょう。ちょっとブラック民だっていうのは結局言ったもん勝ちなんですよね。だから僕はブラック民だって言ったんだから、まあそれでいいでしょっていう話なんですよ。で、下地野にしてもね、大体ほとんどの人はね、明治以降に移り住んできてるんですよ、あそこにね。先祖が得たが否認かなんてね、そんなのね、ほとんどの人は知らないわけです。だから言ったもん勝ちなんですよね。で、鳥取市の職員も、じゃあ、下地野の部落の範囲がどこかなんていうことはね、ろくに知らないわけだから、もう言い張ったら通るわけです。だからそんなものに対してね、嘘も何もないだろうって思うんですよね。いや、なんか、金に目がくらんだの、なんだの言ってるという地元の人っていうのは実在するんだったら、ぜひね、名乗り出てね、僕と討論したいと思いますよ。この何十年間とこうね、このいろんな人を騙してきたことについてね、ちゃんとね、こう向き合ったらどうですかと思うんですよね。童話地区域の創設者としての責任がどうこうとか、部落田んぼは勝手に部落を晒すだけのものとあると認めること、と、古賀市元係長による差別事件を引き起こした責任を認めること、これ何のことかわからない人は、古賀市の部落田んぼを何度かやってるので、あのシリーズの動画を見ていただけるとわかります。ただこれね、質問っていうよりなんか要求ですよね。関係人物一覧について責任を認めるか評価を明らかにすること、部落地名総会についてすり替えず正面から評価を明らかにすること、部落の徹底的な暴露の真の目的は金儲けであることを認めること、あと明治4年の改る法令で部落差別がなくなったというのか、このあたりのね、質問っていうのは僕は面白いと思ってて、まあこれについても一応答えてるので、それをまあ見ていただくこととして、逆にね、もしこの動画ね、全国連の方が見てるんだったら、逆に僕の質問に答えてほしい。全国部落調査について、まあ、いわゆるその中央本部派というのは裁判を起こして、で、何度かしてそれを闇に葬ろうと、秘密のものにしようとしてますよね。だけど、その、全国連にしても解放同盟にしても、ネタコーコスタロンは間違いだっていうことをね、主張してですね。で、これは人物一覧なんかと関係するんだけども、部落民宣言っていうのをやってきたわけです。どこの誰が部落民かっていうことを明らかにしてきたわけですね。そのあたりとの整合性をどう考えるのかっていうのを僕は説明してほしいと思うんです。で、全国連にしても、荒本は部落の地名だっていうことを隠してないですよね。むしろもう、ウェブサイト作って、でも昔から宣伝してるわけです。荒本部落だ、荒本部落だって言ってね。まあ荒本の全域が部落じゃないんだけども、まあ少なくともあそこの童話地区の故障は荒本ですよね。そういう今までやってきたことと、じゃあ全国部落調査を秘密にしようという動き、この整合性というのをね、僕は整合性がないと思ってるわけです。過去の部落民宣言なんかと比較してもね。だからその整合性についてどう思ってるのかと。過去の経緯と整合性があると思ってるのかと、いや、ないと思ってるのか、いずれにしてもそのあたりを理論的に明らかにしてほしいんですよ。だからむしろこの部落地名総監とかね、全国部落調査についての評価を明らかにすべきっていうのは、それは全国連がやるべきことだと思います。で、まあ全国連、結局これどういう落としどころに持っていきたいのか、方向性を見失ってると思うんですよね。で、僕はやっぱ提案したいですよ。この提案としては、別に自転車の味方になれとは言わない、でもね、全国連は中央本部のやってることに反対するじゃないですか。あれ支持してるんですかね。明確に反対だっていう意思を明らかにして、全国部落調査のようなね、部落を、まあ、ある意味明らかにするような歴史資料については、オープンにすべきだっていうことを、全国連としてね、
こう立場を明確にするべきだと思うんですよね。全国部落調査、いやあれは隠すものじゃないっていうふうに言うべきだと思うんですよ。だって全国連の過去の活動を見るとそういう結論しかありえないわけですから、中央本部派の違いというかね、自分たちの立場っていうのを明確にするために全国部落調査は秘密のものではないっていうことをね、全国連の立場として明確にするっていうことは僕はぜひ提案したいと思います。ということで今回のお話でした。